後半やってるこのヘルメットがすごいなチキン野郎がこけん。どこのマフラーやったっけこれ。これメーカーわからんっすね。わからへん。買った時に作ったやつ。へえ。すごいすごい。まあこれ外反ここだけ張り替えてエンブレムこないだと違うの買ってんだけど。オッケーオッケー。な、ごめんなさい、うん、エンジン音聞かせて。ヘルメットかぶらなかったね、その前に。あ、そうか、センタースタンドか。最後はそれにかからんです。何それ。フットブレーキ？フットブレーキ。何年モデルやったこれ。これ何年かな、後期型なんだよね。後期型なんや。いいよ。あ、LED に変えてあるし。ちゃんと押さえるとか押さえてる。あと追加装備で。おお。おお。小技や。ただの追加装備で。なるほど。スリーからないんだよね。ないもんな。僕らのこれそんなついてるやつ持ってないし。一台もないし。あれでさえついてる新しいけど。電気系は強いなかったらあかんな。あ、確かに、ね、僕らあかん、これは全然無理で。これが強制ファンのスイッチです。はいはいはい、強制冷却。もうあのサーモスタットのところに配線割り込まして、スイッチ、スイッチクトですこっちは怖くてヘッドライトも用つけるのに怖い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 負ける負ける。昼間は消さない。ヘッドライトが来い来い、そうです。